皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日はですね、レゴディメンションズのバックトゥザフューチャーをやっていきます。今までドクターフーやってきたんですけど、今日はこちらをやっていきます。で、今年は、2020年はバックトゥザフューチャー35周年記念ってことで、今11月の末ですけど、2020年終わるまでにこいつを実況したいなと思って今録画を回しております。じゃあ早速行きましょう。いや、これがレゴで再現されるってすごいですよ。Finish off that amplifier the doc's been working on. Yeah. This has got to be one of the docs. The doc should really hire a cleaner or something. すごいですね。まあ久しぶりにこれやってますけど、で一応マーティー・マックフライの声は、まあ、もちろんマイケル・ジェイ・フォックスがやってます。2010年に。パート3から半年か1年経った世界が舞台のバック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ゲームっていうゲームが出てるんですけど、その時はマイケル・ジェ・フォックスは声入れてないんですね。ゲーム YouTube で見たんですけど、一番最後に未来のマーティーがやってくるって時に、その時にマイケル・ジェ・フォックスが声入れてましたけど、基本的にあのゲームはメインで、マイケル・ジェ・フォックスは声入れてなかったです。ホバーボートも作れます。で一応ホバーボートはバックトゥザフューチャーパート2で出てくるんですけど、ここでは1作目から出てくるってことですね。気がつけば2015年も終わって今や2020年。ホバーボートもすごいですね。で確かレゴアイディアか何かでデロリアンのセットにマーティーとドックがついてくるみたいな、そういうレゴのセットがあったんですけど、その後にこのゲームが確か発売されたような気がします。この BGM もなんか80年代っぽいあれですけど、
あ、行きました。ゴールドのパーツがちょこちょこあるんで、はい、あ、I gotta head to the future, get me one of these.一応ミスターフュージョンが隠しアイテムで、まあ、10個集めるっていうことですね。あとやれることは、あ、ダーレクは今作らなくて、ここになんかチューブのやつがあるんですけど、まああの、まあ、今サイバーマン出してますけど、これをあれこうやってサイバーマット出してこうやって操作できるんですけど、こいつをチューブの中に入れて、これでミスターフュージョンゲットです。Indicates this will be of use. Cyber unit shutting down. あ、まだパーツが。あ、いいですね。これあの冒頭のあのシーンを、まあ、レゴで再現できるってことですね。ちなみにドクの声はおなじみのクリストファー・ロイドがやってます。でデロリアンも作ってあるので、このまま、Is that simple? Yes.
If you ignore the complex bits, such as 1.21 gigawatts of electricity needed to power the flux capacitor, I've set the time circuits for November 5th, 1955, the day I invented time travel! Great Scott! It's the Libyans! They found me! I borrowed something from them. Quickly, hide! I'll draw them off! Doc, no! I gotta get out of here. The DeLorean. ちょっと思わず笑っちゃいました。銃は受けれるの。If I can power up the DeLorean, then I can go back in time to save the Doc. The Doc said his time machine just needs a little kick to activate time travel. Let's hope it works. ちなみにレゴディメンションズのトレーラーに、まあ、そのクリストファー・ロイドがレゴのフィギュアを組み立てて、まあ、レゴディメンションズの世界に入っていくっていうトレーラーがあったんですけど、当時あれ見た時感動しましたよ。あのバック・トゥ・ザ・フューチャーがこうなんかレゴのゲームができるんだっていうのもありましたし、まあ、当時のキャラクターの、まあ、演じてた俳優さんがああやってトレーラーに出てきてくれるっていうのも嬉しかったです。で、過激派がなんかバナナを投げてきますから、それでちょっとお金を集めて、ある程度お金を集めましたけど、あれこの、銀のやつを破壊します。あれこれ破壊して、バットモービルも作らない。これミスターフュージョンですね。じゃあ K9 とバットマン下げて、出れない。でこいつを作って。Time circuits on. Flux capacitor fluxing. Engine running. Let's go. 過激派の車と比べると明らかにサイズがおかしいですけどねこれ。ちなみに。レゴディメンションズのゲーム本編だとそこで出てくるデロリアンはもうちょっと大きいです。
まあ、映画だとあの140キロやってそれでタイムトラベルするんですけど、ここはこのあの専用のブロックの上でタイムトラベルするって感じですね。これあれですもんね、あの納屋を壊しちゃってごめんなさいのとこ。ちなみに私が初めてバックトゥザフューチャーを見たのが多分5歳とか、ね、ほんとそれぐらいだと思うんですけど、なんか親父が金曜ロードショーかなんかでやってたやつを録画して残しておいてくれたのを、どういうわけか小さい時に見たのが始まりでした。でパート2パート3を見たのが小6の時だったかな。またバットマンですね。ということはミスターフュージョンです。まあ、せっかくなんでこれもやっちゃいます。スイーピングイーブルは作らない。あれあれカカシを。これでミスターフュージョンゲットですね。レゴのファンタスティックビーストもそのうちまた実況しようかなと思ってます。でこれで、あ、もう扉を破壊して脱出ってことですね。この銀扉も破壊しちゃいますか。あー、ちょっと待って、これえ、何これ、アーケードマシン、これ持ってないな。あれ、ちょっとこれはなしですね。ちょっとこのアーケードマシン持ってないです。レゴディメンションズであのキャラクターを使って何かしなきゃいけないって時はお金払って、ゲームで集めたお金使って一定期間キャラクター必要なキャラクターが使えるってのがあるんですけど、こうやってなんかアーケードマシンとかそういう乗り物とか物を置かなきゃいけないってやつは借りることできないんですよね。お、
わしの松を壊しやがってってやつですよね。About the strange lights and noises, then that was my neighbor. No, Doc, it's me, Marty. I'm from the future. Look, I can explain everything. Great Scott! I know, it's heavy duty, Doc. And there's something else. After we finish recording... No! Don't tell me! You must never know too much about your own future. Speaking of which, we have to get you back to yours. Where are you going to get 1.21 gigawatts of electricity in 1955? From the lightning, Marty. Shopping list. That better do it. Oh,結構。結構すっ飛ばしましたね。あのショッピングリストに防弾チョッキを加えたのかな。電源をちょっと回収して、これスーパーガールでなんとかできそうです。これまたなんか隠しアイテム探すやつです。ここにあるんで、こいつを。さっきのやつってなんだ、いろいろちょっとよくわかんないな。K9 を一回下げて。これね、海のお魚パーティーってね。魅惑の深海パーティーだっけ。あ、これミスターフュージョン。なるほどね。ちょっとこのキャラ借りるのは後でやります。これまた BGM、 これまた著作権で引っかかりそうだな。あ、なんか上に誰かいる。え、これ、ちょっと待って。これ誰、ロレイン。顔が見えんかった。
night rises. I'm just a fool in love with you. ここで出てくるんですね。この人たちもレゴで再現ってすごいっすね、本当に。ああ、ちょっと途中でジョニー・ビーグッドに変わると。ホールド。まあでも小さい時に初めてバック・トゥ・ザ・フューチャー見て、やっぱりこのパーティー会場でのあのマーティーの演奏っていうのが、小さい時はそればっかり印象に残ってました。じゃあここちょっとアクアマンに。こうやってちょっと制限付きでアクアマンを借りることができます。時間が経つとこうやってまたティナに戻るって感じですね。じゃあ今度はこっちをチェンジ。向こうに行けない。ちょっと待って、向こうに行けない。え、あれだけ？なんか壊してなんかアイテム出てくるのかと思った。多分ここはもうやれることそんなになさそうですね。じゃあまたここ戻ってきて、でこのコンセントをこっちにやって、これ3つ揃うと下のあのタイムトラベルのやつにチャージされるってやつだと思います、ね。
エメットで。とりあえずミスターフュージョンは全部ゲットですね。あ、ここもエメットでできるんですね。これでようやく2つ目ですね。もう1個どこだ。Time circuit on. Flux capacitor fluxing. Engine running. Let's go. ここかもう1個。よし、これで3つ揃いました。これでまあちょっとこの有名なシーンを、まあ、レゴで再現するってことですね、まあ、レゴらしい再現の仕方ってことですね。レッド、He's not moving. Oh no, 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 Doc, no! Thanks for the loot, Marty. You really saved my bacon. What happened to never knowing about your future? Well, I figured. What the heck?まあちょっとやっぱり映画全部を再現するのは無理ですけど、まあやちょっと簡単ですけどレゴで表現されてるっていうのはもう最初にプレイした時たまらんかったですね。でロレインを助けて、ああやってミニキット全部集めると、まあ、あのビーフの車が完成するということですね。で作品ごとで出来上がるものが違います。で一応ドクター・フー同様、さっきのミニストーリーをクリアするとまたバック・トゥ・ザ・フューチャーの世界でフリープレイができるようになります。Hill Valley, just like I remember it. Or maybe we'll remember it. Or remember it in the future. で基本的にまあバックトゥザフューチャーのフリープレイはこのヒルバレーなんですけど、一応さっきのタイムトラベルスポットがこの街にもあって、一応2015年と
1885年に行けるようになってます。どっかにあったんですよ。じゃあこいつをこれで2015年に行きます。ここはすごいですよね。あれじゃないですか、年間捨てたとこじゃないですか。でまあこんな感じで2015年に来れるってことですね。Time circuit's on. Flux capacitor fluxing. Engine running. Let's go. Oh man. I wish we could get a hot. また85年に戻る。で、どっかに85年に行ける、85年、1885年に、あ、これか。で時計台は建設中で、あ、なんかどっかに時計のあれなかった、あ、引いちゃった。まあ、こんな感じで西部の世界にも来れるってことですね。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、一応こんな感じでレゴディメンションズのバックトゥザフューチャー紹介してきましたけど、まあ、やっぱり映画自体が長いんで、まあ、ちょっと全部を再現とわけにはいかないですけど、まあ、わりかし短めですけど、レゴでバックトゥザフューチャーを体験できたのは良かったと思います。またレゴディメンションズの動画は何かあげようかと思ってますので、そちらもぜひ見ていただけるとありがたいです。皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。